剣士の戦闘力を飛躍的に向上させるアザ、中国の小説水滸伝では武勇の象徴として称えられた。しかしそのアザとは死者たちの無念が作り出した呪いであり、無惨討伐のためのシステムだった。ジャンプフェスタで明かされた新情報とともにアザ伝説を徹底考察。あなたは今日呪いのシステムを知る。鬼滅の刃23巻で登場した富岡義一、彼は富岡義勇の子孫であることが判明し、多くの義勇士のファンが絶句した。アザ者の寿命は25歳、無惨討伐時に21歳だった義勇はたった4年の間に一体誰と結婚したのだろうか。まさかの隠し子。いや、まずは義勇が作中関わりを持った女性を振り返ってみよう。本編で義勇と最も関わりが多い女性、それは胡蝶忍。話すことが苦手で鬼殺隊でも浮いた存在だった義勇。そんな義勇に忍は臆することなく接していた。鬼滅の刃5巻のカバー裏には義勇さんと彼を下の名前で呼び、つっついてちょっかいを出す忍の姿が描かれている。ジャンプフェスタで公開された情報によると、義勇は忍に対しこんな気持ちを持っていたらしい。よく話しかけてくれる。真面目で努力家。顔色が悪いことがある。忍のちょっかいに対しいつも無表情で対応していた義勇だったが、本音では嬉しかったようだ。富岡義勇外伝でも忍を前にして珍しくよく喋っている。真面目で努力家というイメージからも義勇が忍をよく見ていたことがわかる。ここで注目したいのが、顔色が悪いことがあるという件について。忍は最終決戦の1年以上前から自らの体に藤の花の毒を蓄積させていたが、その事実は親方様以外誰にも話していない。一緒に暮らしていた露里忠雄さえ忍が打ち明けるまで彼女の変化に気がつかなかった。そんな忍の変化に他人に興味のない義勇は気づいていたことになる。そのため、やはりあの二人はカップルだったのでは、鬼との決戦前に子供を作っていたのではと推測する人もいる。しかし忍は藤の花の毒の副作用を気にしていたため、彼女が子供を授かろうとした可能性は低いだろう。では一体誰と結婚したのか。恋柱甘露寺光莉。彼女はイグロおばないと思い合っているので、義勇と結ばれる選択肢はない。寡黙な義勇は女性に対しても奥手かと思われがち。しかしそんなイメージを覆す甘露寺とのエピソードを紹介したい。ナタグモ山編の後に開かれた中合会議、炭治郎が鬼舞辻無惨と遭遇したことを知り、柱たちは騒然とする。その時転倒した甘露寺に義勇が手を伸ばし助け起こすシーンがある。そんなシーンはなかったと思った皆様、コミックスのロッカーを見返してほしい。かなり細かいが、あなたは見つけられるだろうか。このシーンから義勇が女性に対し自然と手を伸ばせる程度には慣れていたことがわかる。義勇にはもともと姉がいたため、あまり女性に対する抵抗はないのかもしれない。ちなみにジャンプフェスタで義勇は甘露寺に対しこんな印象を持っていたことが判明した。隣に立つ時などはいつも話しかけてくれるが、肌を露出しすぎだと思う。甘露寺ではないとすると、残るはあの人だろうか。富岡義勇外伝に登場する八重も義勇が関わった女性の一人。またぎをしていた八重は鬼となった父を自らの手で殺すため山に入り、父に食われそうになったところを義勇に救われている。義勇は父の首をはね、八重は自害しようとするが、義勇の言葉によって踏みとどまる。ことづてだ、おそらくお前に向けて生きろと。寡黙な義勇にとって珍しいフォロー。これには胡蝶忍も何か心変わりすることがあったんじゃないですかと問いかけている。義勇は八重の命の恩人。しかしその後二人が再会した様子は描かれていない。二人が結ばれたと考えるのは少々無理があるだろう。振り返ってみても義勇が過去に関わった女性と結ばれた可能性は低い。それでは一体義勇は誰と結婚したのか。ここで大正時代の恋愛結婚観について紹介したい。過去100年の身の上相談をまとめた日本の家族という本にはこんな一文が載っている。恋愛は厳密に言うと
実は100年前まで私たちの国では知られていなかった感情なのです。大正時代の初め、恋愛結婚をする人は少なく、ほとんどがお見合いだった。人に恋をするという感情はあったが、男女交際イコール結婚であり、彼氏と別れたんなんてうかつに言うと、大正時代のお母さんたちは失神したかもしれない。恋愛が少ない代わりに10代でのお見合いも多く、大正初期の未婚率は 5% 以下だったと言われている。ほとんどの男性が結婚する世情の中、鬼から世界を救った片腕がない男を周りの人たちが放っておくだろうか。独り身では不便だろうと考え、産屋敷家や藤の花の家の人々が結婚の世話を焼こうとしたことは容易に想像できる。しかし一つ気がかりなことがある。寿命が少ない義勇が果たして子供を儲けようとするだろうか。いくら柱時代に稼いだ財産があるとはいえ、子供の成長を共に見守ることができないと分かっていて、子供を作るだろうか。その秘密はアザ伝説を知ることで解明できるかもしれない。アザの出現は寿命の前借りという説は代々産屋敷家に伝わる経験値だろう。しかし継ぎ国頼市はアザがあっても80歳を超えるまで生き延びた。大正時代の平均寿命から見てもかなり長寿だったといえる。短命だった産屋敷家の男児が長生きしているのと同様に、アザ者たちも何らかの呪いが解けて寿命が伸びた可能性がある。ここで古代シナに伝わる防線画伝説を紹介したい。防線画とは日本でいう三途の川のようなもの。防線画には橋がかかっており、死者はその橋を渡って輪廻転生をする。橋を渡る際、死者たちは藻場湯と呼ばれるスープを飲むことで今世のしがらみや記憶を一切忘れることができる。しかし中には魂に自分の使命を刻みつけたまま転生したいと藻場湯を飲むのを拒否する者もいる。拒否した人々は辛い試練に耐えた末に、前世の無念や信念を忘れない証としてアザをつけられて転生する。この伝説は古代中国の逸話なので、そのまま鬼滅の刃に当てはめるのは無理がある。しかし忘れたくなかった強い思いがアザとなるという可能性は否定できない。なぜなら私たちにもアザは遺伝するからだ。皆さんにもアザはあるだろうか。鬼滅の刃では無惨討伐を成し得なかった死者たちの不滅の思いがアザとなって残り、無惨討伐のためのシステムとなったのではないだろうか。アザは無惨と渡り合える力を引き出す遺伝システム。しかし25歳を過ぎ肉体のピークを終えると、今世では無惨討伐が叶わないと判断され、再び輪廻転生するために死を迎えさせる。優秀な戦闘力を持つ剣士をより早く現世に送り込むために。もしそうだとしたら、無惨討伐を成し得た今、アザ者が急ぎ輪廻転生する理由はない。アザ者たちは天寿を全うするまで生きることができたのではないだろうか。姉が命を懸けてつないでくれた命を、託された未来を、お前もつなぐんだ、義勇。義勇は自分の子孫を残すことで亡き姉やサビトに託された命をつなごうとした。たくさんの人たちによって守られ生かされた命、彼らの死を無駄にしないため、義勇は自分の子孫を残すことに決めたのかもしれない。そしてもしかしたら来世では忍と結ばれる未来があるのかもしれないな。